京都鉄道45200型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍した天打式蒸気機,機関車である。元は、京都鉄道が1897年8月に、アメリカのピッツバーグ社で2両を製造した、車軸配置4から4から0、2気筒端式の法和式天打機関車である。京都鉄道では4型と称し、その米北、 マイズルまでの開業を見越して製造された、同社初にして、唯一の転落機関車であったが、経営不振のため延長線建設の目途が立たなくなり、1904年に、山陽鉄道へ譲渡された。山陽鉄道では26系、番号は119、120と称し、1906年、山陽鉄道は国有化されたが、しばらくは、山陽鉄道時代の形式番号で使用された。 その後、1909年には、鉄道員の車両形式称号規定が制定され、本形式は5200型に改版された。形態は、典型的なアメリカ古典型で、ボイラーは、ストレートトップ型で、第一貫道上に、砂箱、第二貫道上に、蒸気ドームを設けている。淡水車は二軸固定の四輪型で、前端部には、風除けが設けられており、 アメリカ製の蒸気機関車としては、珍しい形態であった。国有化後は、山陰本線、桜井線、和歌山線を転々とし、混合列車や貨物列車の牽引に使用された。国有鉄道からの助籍席は1922年で、2乗とも、番州鉄道2乗とされ、同社の9、10と解消された。旧は1934年に廃車となり、解体されたが、 10は1943年に戦時買収され、再び国有鉄道席に戻り、番号も5201に再解消されたが、1947年に廃車となった。ありがとうございます。